もご視聴いただきましてありがとうございます。JR 大阪環状線です。京橋駅からですね、地下鉄大阪メトロの、鶴見緑地線の京橋駅までの乗り換え動画ということになります。まあ、あまりJR から、大阪メトロへ乗り換えということはないのかなと思いますけれども、途中で京阪京橋駅のところも経由してまいりますので、そのルートをご紹介したいと思います。この電車には除線専用車の設定はございません。